株式投資虎の穴林投資研究所チャンネル、こんにちは、林智之です。そして今日はチャンネル虎の穴の金曜日虎の穴、個人投資家が日々の株価を見ない方がいい理由。日々の株価を見るな、一体どういうことかというとですね、デイトレーダーはね別です。日々の株価をね、見るわけですけれども、一般的な兼業投資家ですね、日中仕事をしている、見ることもできるけれども、ほとんどね、見る機会がないと。こういう場合はですね、やっぱりこう日々の株価あまり気にしない方がいいだろうと。一般的に情報過多ってのは良くないわけですね。で、実際にそういう風になっている我々はね、そこが問題だと。例えばチャートを見るときもね、情報過多がねあります。だから上手に情報を削ぎ落とす、それによって予測も売買行動も精度が向上する、こういうアイデアをお話ししたいと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ですね、林投資研究所でやっている低株投資の手法、FAI 投資法というのがあります。こういった本もあるんですけれども、実はですね、29項目のルールが決まっています。今日はそこをね、細かく話しようということではないんですが、ルールの1番、これをね、紹介したいと思います。ルール1、4、5年下げ。三段下げ完了の銘柄を狙う。この低株投資というのはね、長期トレンドを見ます。長期の上げ下げを見て、この長期の上げ下げのうち、安値圏から上げていく。数年間かけて上げていく。非常に短い場合もありますけれどもね、大体イメージとしては2、3年かけてこう上がっていくと。このトレンドをですね、うまく捕まえようということです。これ個人投資家、日中の値段を見ることができない兼業投資家にとっては非常にやりやすいやり方なんですけれども、この 4,5 年下げ、今ご覧に入れたルールがですね、大前提なんですね。とにかくこう中途半端なところにあって、どっちに行くか分かりにくいものは手を出さない。そういうものをね、売買していくのももちろん相場なんですけれども、もう徹底的にね、条件をこう絞っていくわけですね。安値圏にある銘柄、そして、2、3年かけてね、大きく上がっていくであろうと、こういうものに絞るわけですね。非常に楽です。実際のチャートをご覧ください。こんな風にね、月足で見ます。月足のロウソクですね。こうやって株価の長期トレンドを見ると、大きく居所を変えていることがわかります。もちろんね、銘柄によるわけですけれども、こうやってですね、人気とか業績の動きでですね、とにかく大きく居所を変える銘柄というのがあります。例えばですね、こうやって見てみるとですね、上げも下げも、結構時間がかかっています。それから安値圏で整理の期間というのがありますね。下がっただけでは上がらない。下がった後、因果玉、しこり玉が減っていくことが上げの条件です。この長期トレンドの上げを捕まえてやれば、とにかく押し目買いに徹することで楽に取れると。それからですね、なかなかその場ではわからないんですけれども、例えばまだ上げの3号目か4号目ではないかとか、天井までは行ってなくて、5号目は超えているけれども、7、8号目かな、なんてね、大雑把に当たりをつけることも可能です。月足なのでね、このロウソク足が必然。月足もね、もう情報を削ぎ落としてね、終わり値だけ、なんていうふうにね、したらいいかもしれませんけれども、さすがに、大雑把すぎてしまうので、ロウソク足にしますけれども、あまり細かいところはね、見ません。ロウソク足なのでね、いろいろこう特徴的な形が出て面白いんですけれども、ただ例外としてですね、
安値券は形ができやすいんですね。だから安値券の形はね、丁寧に見ます。ただ、とにかく細かい形をね、見ていくというよりも、時々ですね、特徴的な形があると。まあ、それを頼りにですね、トレンドをざっくり見ていって、長期トレンドのね、こう上昇、これのスタートを検知すると。このね、安値圏をとにかくね、丁寧に観察していくというのがこの FAI 投資法の肝なんですけれども、まあ、のんびりできますからね、個人投資家にはぴったりです。こうやってね、とにかくこう、あんまり細かいことを見ないでね、やった方がいいんじゃないかと。じゃあ、日足はどうだろうと。日経平均の日足を見てみましょう。一般的に人気のあるロウソク足ですけれども、こういうので細かいところを見ていくとですね、どうしてもですね、情報過多になってしまう。だから、林投資研究所の中間線はですね、終わり値だけで判断します。こんな感じです。終わり値だけで判断して、買いか売りを判定します。これ機械的に判定しているので、買いは赤、売りは黒。こういうふうにね、答えが出るわけですけれども、この中間線の判定を外すと、こんな感じですね。非常にシンプルです。これをどういうふうに見るか。細かく見ると、上げ下げ、上げ下げ、なんていうふうにね、出てきますけれども、そうではなくて、ざっくりと、例えばこんな感じで見ます。大雑把すぎるじゃないかと。そうでもないんですね。だいたいこんな感じで見ます。2023年5月。大きく上昇しました。6月は高値で行ったり来たりです。こういうところでもですね、細かく水準を見たり、上げ下げを見たりすると思いますけれども、ざっくりね、横ばいだなと。こんな感じでね、見方としてはいいと思うんですね。終わり値。これはですね、日々の最終の値段ですよね。だからこれはね、実践者、非常に重視するんです。で、終わり値だけをこう取っていく。これでね、見るのがいいのではないか。まあこういう発想があるわけですね。でもね、終わり値だけ。これをね、もっとね、そぎ落とすことができないだろうか。なんていうのがね、実践者の一つの発想ですね。例えば週1回見る。週末の値段だけとかね。でもこれはね、やってみてちょっと難しかったんですけれども、とにかくですね、情報をいかにそぎ落とすか、いかにですね、情報を少なくして、売買の判断、行動、こちらの方にですね、エネルギーを注ぐかというのがね、実践者の一つの発想なんですけれども、それに対して多くの人が情報を増やしすぎてしまいます。どうしてもね、わからない不安だ。これね、誰がやっても、まあ、明日の値段わからないんですけれども、それに素直にですね、こう、対応してですね、情報集めをしてしまうということですね。ただですね、先ほどの、まあ、FAI 投資を月足を見て大きな流れを見ると言っても、最終的に今日買うか買わないかとかですね、この判断をしなければいけない、決断をしなければいけません。ですから、やはりね、終値は見ています。日中の動きを見ることもあります。いろいろなニュースをね、見聞きすることもあるんですけれども、そういうものはね、全部ですね、こう横にどけて、決断には使わない。決断するときには、どれだけ情報を少なくしてやるかというふうにね、気をつけています。多くの人がね、兼業投資家です。普段仕事をしています。日中の動きをね、張り付いて見ていることができない。それなのに、例えばですね、いろいろな経済指標をね、結構気にしますね。日銀短観とかね、FOMC とか、鉱工業生産指数、消費者物価指数、雇用統計なんてね、昔はね、そんなものね、誰も気にしなかったんですけれども、やっぱり FX 取引の影響ですかね、一つイベントとしてね、結構こう盛り上がったりするんですけれども、実はですね、そういういろいろな指標の発表っていうのはですね、本当に数え切れないほどあるんですね。
ただ一部分だけメディアが取り上げているので、まあそれを気にしていると。まあ重要なものだけだからね。それこそうまく情報を削ぎ落としているんじゃないかというね、ツッコミもあるかもしれませんけれども、ですね、そういったデータを見て、じゃあ売買の決断にどのように結びつけているのかと。そこがはっきりしないままなんとなく見ていると。これはやっぱりね、不要な情報を得ている。そして不要なことを考えている。そんな側面はありますよね。それからまあ売買はね、だいたいまあデイトレーダーを除いて、数週間とか数ヶ月とか、あるいはね、ポジションを持ってる期間、まあ数年だったりするわけですけれども、だから、ね、それに、こう、値動きの確認もね、そういう期間に合わせていった方がいいと思うんですけれども、今日前場がこうだった、後場がこうだったとかね、まあいろいろこう、ちょっとこう、短い期間のね、情報を、まあ、入手して考えすぎてしまう。情報と思考がですね、こう、一致していないようなところは、あるんじゃないかと思うんですね。情報と思考一致させることで混乱が少なくなる。ただでさえですね、明日の値段、来週の値段、わからない中で、なんとかね、どうやろう、頑張ろう、うまくね、持っていこうと、やっているわけで、そもそもですね、大混乱なんですよね。だからね、さらに混乱する要素ってのはこんなちっちゃいものもね、全部こう排除していった方がいいと。こういう発想がありますね。だから日々の株価を見ない方がいいと。とにかくね、ちょっと極端なタイトルだったかもしれませんけれども、細かく見すぎないように、注意してください。行動と情報を一致させる。ここがね、ポイントだと思います。最後までご視聴ありがとうございます。Thank you.